じゃあ円順列の問題、次の問題やっていきます。はい、でこういうふうに商品が重複する場合ありますよね。はい、こういう場合をちょっとやっていきましょう。でビーフシチュー2品、八宝菜6品、エビ餃子1品としましょう。はい、でエビ餃子は俺の前で固定できますよね。あ、でちなみに固定できない問題は次回やっていきたいと思います。はい、でエビ餃子は1品だけしかないので、エビ餃子を自分の前に固定できます。で残り 1,2,3,4,5,6,7,8、 そうですね、残り 1,2,3,4,5,6,7,8、 8箇所からビーフシチューが入る2箇所を選んでやればいいので 8C-2ですね。はい、ビーフシチューが入る2箇所入れてやれば、はい、自動的に残り6箇所は八宝菜が入りますよね。八宝菜が入ると、うん、で、ビーフシチューの2つには区別がないので選ぶだけだよね、場所。はい、でこれはよいしょ28通り、8通りとできます。はい、で次やる問題は、例えばビーフシチューが3品、八宝菜が6品とかやろうかな。